いやいや、トモだよ。みなこだよ。今、神奈川県にいます。で、ちょっとね、時間があるんで、地図を使わずに一日走ったらどこに着くかチャレンジをしようかなと思います。はい、向かいたいのは長野だよね。そうです。長野でワカサギ釣りをしに行きたい。私の勘ではこっちが海だから、あっちに行ったらいいと思っている。私、山の方に向かう。あ、ほら、山は見えるじゃん、やっぱ。あれ長野か、じゃあ。合ってない。あれ長野ではない。というわけで、まあ、ちょくちょく動画を撮りつつ、7時か6時ぐらいまで走って。それぐらいまで、見ていけないの、地図。そう。どこまで、どこにたどり着くか。神戸とか行ったら面白いんだけど。まあでも、青かんもあるから、そこまでなんか、見当違いだと思うけど。長野に行く前に何があるんだろう。山梨かな。わかんない。まずまだ長野の表示は出ないはずだから、その手前の地域がどこだか、ちょっと分かってないかもしれない。埼玉の方、山梨。埼玉ちょっとね、右側にずれる。じゃあ、長野と思わしき方へ向かってみます。では、また30分ぐらいに。みなたびチャンネル。眠りそうなみなこさん。時刻は、いや、あのだよ。怒られた。1時2分、さっきから30分走りました。どこですか？まだ都会で迷っています。厚木市っぽいよね。厚木厚木市役所前だって。都会は渋滞が多いので寝てしまう。かわいい寝顔を探してしまう前にコンビニに入り、エナジードリンクを買い、電話変わらなくてはいけない。今はゾネにハマってます。ゾンって言うんだよ。知らないの？使っていいの？顔やばかった。顔やばかった。とりあえず山向かってるんだよね、さっきはね。うん、山を目指して、あとまだ30分後ぐらいに。ともさんに交代した途端、山に迷い込みました。違う、山迷い込んだっていうかは、山に侵入したんだけど、ちょっと袋小路感があるね。果たして山越えできるのか。霊園に迷い込んでるよ。入り口誘われてるんじゃない？ああ、お化け的な死神的な。ちょっともう人生楽しいんだろうっつって。石川に帰れると思うな。抜け出せないね。たどり着きました。Uターンしましょう。そしたらいい感じの山道、紅葉が綺麗でね、とっても清々しいよ。越えられそうな気持ちがするね。もぐもぐタイム。無理だったので、この我らが車中泊コースガイドを使ってちょっと道を調べつつ、今日は疲れたので、神奈川県から出れなかった。では雲が行っているうちに、ひなこさんが山梨県に侵入しました。大月です。いけるもんですな。20号に出たから、もう多分こういたすら行けばいいはず。そうです。でも20号をまっすぐ走ってみなこに会いに行こう。ではまた続きまでお待ちください。道の駅鶴に到着。イエーイ。今日の移動はここまで。お前走ったね。ね、一応地元だからさ、なんとなく感覚でこっちじゃないっていうのは分かったから余裕だぜ。素晴らしい。他のとこだったら多分とんでもないとこ行っちゃうだろうね。地名が全く分かんないから、うん、以上ドライビングチャレンジでした。ボン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